どうもおはようございます、今回はですねリファイトクラブのガイとして放送の方をお届けしようかと思います。遅れましたけども、先日はエクストリームワンの試合出場、ボー君お疲れ様でございました。もう数ヶ月の準備をして試合に臨むわけですけども、まあルール変更があったりね、その他のコンディションとか、あと自分なりに反省するところとかいろいろあったんじゃないかなと思います。まあ私は別にこう偉そうに言ってるわけじゃないんですけども、多分いろんな思いがあって、今を過ごしてるんじゃないかなと思うんですよ。いやでもどちらにしても私はね、2回目の試合に出ていただいて非常に嬉しく思ってますし、記録は88回ということですけども、また新しいねエネルギーをそこで充電したんじゃないかなと思います。で、今度はね第3回10月1日ですけども、もう私の番になるということなんですよね。もちろん僕もミドルキックチャレンジ第3回をまたね出場するかもしれませんけども、まあ私的には今度は自分の試合があるなと思ってるんですよね。でちょうどここまで4ヶ月ほど練習の方を繰り返してきて、まあシャドーボクシングはねなんとかできるようになったのと、フォームも固まりつつあるかなってとこです。ですんでここからはですね、練習の質を上げていくことにフォーカスしていけばいいのかなっていうことと、あとはね、試合を今までとは違う意識で見ていくところが必要かなと思います。で、そう思ってる時にタイミングよくですね、僕の方の最新の動画更新が、私に向けたようなね、動画だったんで、しっかりと見させていただきましたし、これからも何度も見ることになると思います。そこでね、機材で必要なものがあると。例えば、バンデージとかね。バンデージは私も、まあ巻いたことはあるんですけども、持ってますんでね。正確に巻けるかどうか、もうちょっと YouTube などを見て練習した方がいいかなと思いますし、もしかしたら坊くんがね、バンデージの巻き方みたいなので、動画を作ってくれるかもしれませんので、そちらの方を期待したいと思います。それから、あと、膝当てですね。ゴムの、こう、布のやつですか。膝当てはちょっと購入することになるかなっていうのと、あと、購入しないといけないものは、全然私の方でもね、用意するつもりですし、それからトランクスにつきましては私試合用に買ってないんですよ。まだもし試合用にトランクスを買うことがあるとしたら、ボー君が持ってるやつとやっぱお揃いにねしたいなと思いますんで、その際はよろしくお願いします。多分ネットで注文してそれですぐにこうね一着単位で届くやつだと思いますけども、私もそちらの方でね注文したいと思いますので、デザインをお持ちのリファイトクラブのボー君の方にそちらの方はね、間接的な発注をしようかなというところでございます。その他、買えば済むものはいいんですよ。問題はこっからです。私が個人的にいくらね、試合をしたい、試合ができるんだっていうふうに息巻いても、問題が2つあるんですよ。1つは、ボー君が出場を OK するかどうかですよね。もちろん、出場して、もうおかしなことになるようだったら、ボー君の目から見て選手としてはちょっとエントリーまだ早いよねっていうことでしたらストップをかけていただいた方が私はいいなと思います。やっぱりこう付き合っていくとね、出るだけ出たらみたいな温情も出てくると思うんですが、やっぱりこれ相手がいることなんでね、だから問題の二つ目っていうのはその相手がいるってことなんですよ。だから相手をしてくださる方は私なんかよりも並々なる思いでこのエクストリームワンの試合にかけてると思うんですよ。ですんでね、対戦相手があまりにもしょぼいやつだと、勝っても負けても後味が悪いと思うんですよね。まあもちろん、格闘技を志す人っていうのは、どんな初心者とか、どんなね、練習不足の人にも、心から敬意を持って相手をしてくれると思いますけども、そこに甘えるわけにはいかないかなと思いますので、私もね、ある一定のレベルが出来上がってないようだったら、これ試合はね、取り下げてもらった方がいいかなと思います。ただ私は自力でちょっとやめときますっていう勇気まではないんですよ。ですんで、その時には、ボー君が今度にしようかって言ってくださるか、もしくはね、運営の人が、ああ、ちょっとこの方はね、難しいよね、もうちょっと練習してきてよみたいな感じで言ってくれた方が私は、その瞬間は落ち込むかもしれませんけども、その落ち込みをね、新しいモチベーションにして、次の試合、第4回、第5回のエクストリーム1に、また新しい気持ちで向かうことができるんですよ。これはもう私はね、お約束します。どんな障害があっても、自分の人生の道の上にあるものは私は避けない。ね、避けないたちです。勝つにしても負けるにしても、どっちにしてもね、踏み越えていこうと思いますんで、そこはね、今のうちにお伝えしておきますね。そしてもう一つ、強いて言えば三つ目の問題があります。それが、やっぱりウェイトなんですよね。私今ね、体重85から87を行ったり来たりしてるんですよ。で、減量にも何度も挑戦してるんですけども、無理な減量してね、
それこそ試合にならない不健康な体になってもいけないので、今の時点ではですね80キロオーバーでエントリーすることをもう今から覚悟してますね。で、これからエクストリーム1の第2回目のジェントルマンの試合を見て検討しようかなと思いますけども、そうは言ってもね90キロ級100キロ級がドカドカと出てきて、そんなねヘビー級パンチがスーパーヘビー級パンチがバンバン飛び交うところにはとてもじゃないけど私ぶっ飛ばされて出れないんで、そうなった際はちょっとね減量も考えないといけないと思いますけども、基本的に普通の暮らししてますね私はね。トレーニングをして、あの過酷な減量に耐えうるような精神力も肉体も持ってないと思うんで、あんまり妙な減量をしてね、例えば今85ある体重を75とかにするとさすがに良くないんじゃないかなと思います。あのこれから4ヶ月あるとしてもですよ、4ヶ月って言っても6月はもう今ねほとんど終わったみたいな感じで考えていくと7、8、9月ですかね、3ヶ月90日合計どんなに見ても100日しかないわけですよ。100日で10キロの減量っていうのはやっぱりね、いろんなことを考えると無理だと思いますので、まあ、私はその減量するよりも今の体重とそれからあの80キロオーバーの対戦相手がいることを覚悟の上で臨んだ方がいいのかなと思いますけども、どうでしょうかね。はい、今のところ懸念点とかってのはそのぐらいですね。まあ、あとはさらなるスタミナ、あの今ね2ラウンドじゃあ2分2ラウンドのシャドーボクシングしてますけども、私はね試合の直前まで9月中にはあの2分4ラウンドがスパーリングじゃないや、シャドーボクシングでできるようなところまでは目標設定をしていこうと思うんですよ。もうすぐ3ラウンドはできると思うんですけども、ただ3ラウンド目がね、もうね、なんていうの、立ってるだけみたいな感じなんで、ちょっとできるとは言えないかなと。2分2ラウンドだったら、今でもね、最終的なところでは息を切らしながらでもラッシュまでできると思うんですよ。最後の20秒とか、最後の15秒っていうので、残り切った体力を全部使い果たして、で、カーンとね、リングで鐘が鳴った時に、ゴングが鳴った時にその場に倒れ込むぐらいのことは今のところできるかなと思います。で、3ラウンドやろうと思うと、やっぱり1ラウンドと2ラウンドをある程度セーブして、ステップワークで乗り切って3ラウンド目に残りのスタミナを全部ぶち込むみたいな感じになるかなと思いますね。ただし、やっぱり2分2ラウンドしかやっぱり現実的には無理で、私の場合は、パンチを食らった時のダメージからの回復、要するにパンチボーンと打って体勢を立て直すにものすごくスタミナを使うと思うんですよね。だからその消耗を考えていないことと体験できないっていうのがデメリットでもありますし、あとはねストライクスローですね、打った方も相手からの反作用を受けますから、相手のまあボディにしても顔にしてもバーンとパンチ打った時とかキックを打った時っていうのはこっちの方にもやっぱりね、あの向こうのエネルギーが来ますからね。そういうことを考えると、あの本当キックボクシングってすごい消耗すると思うんですよ。シャドーボクシングでヘイコラ言ってるうちはもう話にならないぐらいの消耗すると想像してますんで、実際わかりませんけども、だからねシャドーボクシングができないこととか、シャドーボクシングじゃない、あのスパーリングができないこととかね、サンドバッグ打てないことってものすごいあのデメリットになるんですよね。ただオンラインジムでどのぐらい今までの既存のジムに挑戦できるかっていうところもテーマの一つなんで、そこはですね、あのリアルにはかなわねえよって終わるんじゃなくって、じゃあリアルにかなわねえよじゃなくって、トレーニングとかそれからあのマインドによってね、それが一つでも突破できないかなっていうのも課題だと思いますので、ちょっとそこはね、ボー君としても未知数だと思います。未知数なところがあると思いますけども、これを機会に一緒に取り組んでいければなと思っております。はい、じゃあ今回はねちょっと雨続きでねトレーニングがなかなかできないっていうのと、あと昨日私ね、民謡の発表会があったんですよ。ですんで、そっちの方の追い込みもあったんで、この1週間、先週のリモートレッスンの後から、金曜日はね、金曜日と土曜日の朝、なんとなくできたんですけども、日曜日からずっと、発表会のための稽古、稽古、稽古で、ほとんど、何もできてないというか、ゼロなんですよね、トレーニングが。で、このままトレーニングゼロのまま、明日のリモートレッスンにも臨まないといけないんで、せっかくレッスンで教わったことを反復できないまま臨むんでね、ちょっとこれは今までになかったことなんですけども、まあそれはちょっとできないこともあるというふうに割り切って、また新しい気持ちで、金曜日のねリモートレッスンに臨もうと思いますし、ちょっと時間があったら金曜日の朝だけでもね少しでも体を動かしてこようかなっていうところはあります。あとどちらにしても明日のリモートレッスンが終わった後っていうのはまた元のペースでね、毎日毎日少しずつ、それからシャドーボクシングを
2分2ラウンドとか、あとはフォームをチェックしながらね、ゆっくり、いろんなスタイルでトレーニングをね、自分なりに反復していこうかなと思います。あとはやっぱ動画も撮る回数もうちょっと増やしていってですね、なんかこう、チェックしてもらうような材料をモークの方にね、お渡しできればと思います。はい、じゃあ今回は以上ですね。ちょっと長くなりましたけども、今日も雨の広島からでございました。じゃあ重ねて、ボー君お疲れ様でした。ありがとうございました。